の夢追い人は長野炭鉱株式会社の中村元井さんです。長野市に本社を構える長野炭鉱は自動車関連を中心に様々な部品製造を手掛けています。特に国内有数のエンジンバルブメーカーとして知られ、鍛造や熱処理、機械加工まで一貫生産できるのが強みです。内燃機の部品の中で最も重要といっても過言ではないかなと思ってます。内燃機の中の高温域っていうのはやはり900度とかそれぐらいになってますので、耐熱耐摩耗の鉄鋼材料を加工するっていうような技術も非常に難しいですし、エンジンの機種によってそのスペックに合わせた製品設計をして、かつその寸法に作り上げるっていうところが難しいところだと思ってます。2019年、工場は台風19号災害で甚大な被害を受けました。その翌年、会社の復興を託され、36歳で社長に就任した中村さん、新たな事業展開を目指し進めたのが、多品種少量生産に対応したより高度な機械加工の生産体制です。エンジンバルブの分野では自社ブランドの展開に力を入れ、その製品は世界中で使われています。おそらく日本でエンジンバルブ1本から作れるのって弊社だけだと思うんですよね。そのバルブ、エンジンバルブ1本なかったら、このバイクをもう捨てなければいけなかったっていうような方々もいらっしゃったりとか、非常に感謝されるようなビジネスをこうできるようになってきて、 SDGs じゃないんですけど、我々も認証取得してますけど、その中にやっぱりキーワードとして、こう誰一人取り残さない社会にしたいみたいなのがあるのが非常に感銘を受けてですね、だからそこをやはり経営に組み込みながらやっていくっていうところが、我々被災した企業としては当然のことだと思ってますし、私としてもやっていきたいことです。私たちは明日を切り開く中小企業の皆様をサポートし、信州を明るく元気にすることを目指します。新時代の経営者たちがキラ星のごとく輝く、そんな未来を夢見ています。中小企業の元気のために、私たちは一生懸命応援します。長野県信用保証協会です。